呼びましょう。おーい、クラッシュ。おっと、こいつはすげえ。ご機嫌そうなやつらばかりじゃないか。お前たち最高だぜ。おお、ちょっと待ってくれよ。俺たちウミガメの挨拶よく知らないやついたぜ。ライムさん、後ろの真ん中の4列目の通路側だな。白っぽい甲羅の大人の男性だ。いやー、こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うんだい。紅葉です。紅葉、渋い名前だぜ。いいかい紅葉、俺が最高だぜって言ったら、紅葉は両方のヒレを高く元気よく上げるんだ。固まってる場合じゃないぜ。準備はいいかい。行くぞ紅葉、最高だぜ。やるじゃないか、みんな拍手だ。紅葉、勢いよく上がってたぜ。ああ、しがいるさん、今度はじゃあ子供と話をしようかな。お、じゃあこっちの前の方だな。4列目の通路から2番目のピンクのひらひらでキラキラのお嬢ちゃんだ。こんにちは。こんにちは。おお、かわいすぎるぜ。お嬢ちゃんは名前なんて言うの？みずきです。みずき、よろしくな。隣お母さんかい？あ、やっぱりそうか。じゃあお母さんと話しようかな。お母さん、こんにちは。こんにちは。お母さんは名前なんて言うんだい？まなみです。もう一回言って。まなみです。まなみ、よろしくな。お、ちょっと聞きたいことあるんだけどさ、お嬢ちゃんから、あれなーに、これなーに、なんでどうして、なんでどうして、まんまーって、たくさん質問されたりしないかい？します。おー、そうか。いやー、うちの息子のスクワートもそうなんだよ。まなみ、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったようだな。いや、教えてくれてありがとうな。お嬢ちゃんもありがとうな。いや、実はさっきもスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、人間はなんであんなに僕たちと違うのって。でも俺は何にも答えられなかったんだ。だからみんな俺に人間のことを教えてくれないかい？協力してくれるならヒレを元気よく上げてくれ。どうだい？おお、上げてくれてる。嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。おお、紅葉、その感じだ。いい感じにヒレ上がってるぜ。よっしゃ、スクワートからの最初の質問だ。ねえパパ、人間は何を食べるのって聞かれたんだ。食べ物を食べる人をヒレ上げてくれ。どうだい？食べ物を食べる人、食べないやつもいるんだな。おお、じゃがいるさん、こっちの後ろの方だな。2列目の端っこから2番目だな。頭にさ、キラキラしたサンゴが乗ってるお嬢さんだ。こんにちは。こんにちは。名前を教えてくれるかい？ユーナです。ユーナ、よろしくな。おお、ユーナのさ、大好物ってなんだい？お肉です。お肉、随分ざっくりとしてるんだな。そうか。いや、俺が好きなのはこの下に生えてる海藻が大好物なんだ。この海藻をわかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるんだ。で、俺の体はこんなに大きくなったってわけなのさ。あ、じゃあ言うな、俺の体重は何キロぐらいだと思う？ガリガリじゃないか。正解は300キロだぜ。じゃあユーナもさ、お肉をたくさん食べて300キロ目指してくるよな。みんなユーナに拍手だ。お前たち最高だぜ。よし、今度はみんなの番だ。俺に質問なるやつはヒレを高く上げてくれ。どうだい、質問なるやつ。クラッシュ、前の子が質問あるみたいだぞ。おお、ありがとうな、ハンク。ジュガイドさん、こっちの前の方の2列目の通路側の頭に青い巻貝が乗ってる坊やだな。こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うの？ゆずき。もう一回言って。
ゆずき、よろしくな。俺に聞きたいこと何？カメってどうやって息する？どうやって息するの？ああそうだな、俺たちウミガメは12、3分に1回息を吸いに上に上がらないといけないんだ。危うく溺れるところだったぜ。思い出させてくれてありがとうな。みんな防衛に拍手だ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問のあるやつ比例を上げてくれ。何年かぜ。じゃあ今度どうしようかな。じゃあ今度はじゃあ、まあ、じゃあこっちの前の方だな、うん、じゃあ今度は2列目の通路から2番目のお嬢ちゃんと話しようかな。こんにちは。こんにちは。うん、名前なんて言うの？なほです。なほ、何か俺に聞きたいことあるかい？色は何ですか？ああ好きな色を聞きたいんだな。ああじゃあちょっとヒント出そうかな。俺が好きなのはさっきも言ったようにこの下に生えてる緑の海藻が大好物で、この緑の海藻をばっかり食べてるから俺の体の色は緑色をしてるだろう。ということは俺の好きな色はなんだ？緑。黒。そこの子、騙されるな。緑で正解。その通り、緑で正解だ。みんなお嬢ちゃんに拍手だ。あ、そうだ、スクワートにもう一つ聞かれたことあったんだ。さっきスクワートがビーチでこいつを拾ってきたんだけど、これ何に使うか全然わかんねえんだ。これ何に使うのか分かるやつはひれ上げてくれ。どうだい、分かるやついる？お、じゃあ皆さん、こっちの前。え？後ろの方の大人も遠慮すんだよ。どうぞ。うん、じゃあ今度はじゃあ後ろの真ん中行こうかな。じゃあ今度は2列目の通路から3番目から首にさ黄色っぽい昆布絡まってる女性だ。こんにちは。こんにちは。うん、名前はなんていうの？あかねです。あかね、質問は何？奥さんと喧嘩した時の仲直りの方法を教えてください。ああそうだな、俺にはシェリーってパートナーがいるんだけど、あんまり喧嘩することないんだよな。ああでもそうだな、そういう時は大体俺の方から素直に謝っちまうから。え、アカネは今誰かと喧嘩してんのかい？あ、喧嘩してない。ああ隣の人と仲良くやってるかい？あ、まあまあ仲良くしてくれよな。みんなアカネに拍手だ。お前たち最高だ。
そう、そして下を向くんだ。もうちょっと下向いて。俺がいいぜって言うまで絶対に目開けんなよ。隣の彼女、彼がズレしないよう見張っといてくれよな。そこからうーだ、せーの。静かにしてくれ。そのまま目閉じたままだぞ。俺の火は何本上がってる？3本。紅葉、なんか見えちまったんだな。みんな紅葉に拍手だ。ここにいるみんながお前の質問に答えてくれたぜ。すごーい。だろう。お前たち最高だぜ。みんなうまーい。さあ家族が呼んでる。今日はみんなと会えてとっても嬉しかったぜ。お前たち最高だぜ。ありがとう。話ができて楽しかったので、また楽しそうだな。ご案内があるまで座ったままでお待ちください。